女子アナといえばモデルのような美人が多いという印象がありますね。ミスコンやアイドル出身のアナウンサーも少なくありません。今回は美人が多いと言われる NHK 女子アナの中から最も美人な女子アナトップ10をご紹介します。10位、大谷舞香。生年月日1998年1月5日生まれの25歳。出身地兵庫県。所属局福井放送局。血液型 A 型。2020年度入社の大谷舞香アナ。関西学院大学社会学部の出身で2017年のミスキャンパスで準グランプリに輝いています。キャンキャンではキャンキャンイットガールとして活躍していました。コスメの新商品を紹介したり、ファッションや美容に関する情報を SNS などを通じて発信していたようです。人気のキャンキャンの重要なメンバーの一人ですから、大谷アナは当時から高いポテンシャルを評価されていたことになりますね。2018年からは芸能事務所セントフォース関西に所属。学生キャスターとしてテレビ東京知られざるガリバーに出演していました。学生時代から着実にキャリアを積み上げていたんですね。現在は福井放送局でニュース番組などで活躍しています。9位、浅田春奈。生年月日1996年5月24日生まれ27歳。出身地福岡県。所属局名古屋放送局。血液型 O 型。2019年 NHK に入社した浅田春奈アナ。大学時代にミス日本女子大学コンテスト2016で見事グランプリを獲得。翌年には日本一のミスを決めるミスオブミス2017に出場し、惜しくもグランプリ受賞はなりませんでしたが、審査員特別賞、チャンネル賞、モデルプレス賞と3つの部門で賞を獲得しています。ファッション雑誌 P の専属読者モデルとしても活躍していた過去があり、プリンセスクラブ、プリクラのメンバーとして数々の雑誌出演を果たしていました。過去のプリクラメンバーにはテレビ朝日の増田さやかアナなどがいます。8位、副島芽衣。生年月日1991年12月28日生まれ31歳。出身地青森県弘前市。所属局東京アナウンス室。血液型 A 型。2015年に NHK 大分放送局に入社した副島アナ。その後名古屋放送局、現在の東京アナウンス室に至ります。副島アナといえば土日のサタデースポーツ、サンデースポーツといった NHK のスポーツの顔。高校在学時には弘前高校放送局、略称 HKB に在籍。 NHK 杯全国高校放送コンテスト2008年度アナウンス部門にて優良に選出され、2009年春の第81回選抜高等学校野球大会にて開会式閉会式の司会を担当した経歴を持っています。大学時代はテレビ朝日アスクに通っていたそうです。趣味はバレエ、ダンス、カラオケ、温泉に入ること。7位、上原美月。生年月日1991年3月31日現在32歳。出身地神奈川県横浜市。所属局東京アナウンス。血液型 A 型。2013年に入局、初任地は新潟放送局。2015年4月から2年間広島放送局の勤務を経て、2017年4月より東京アナウンス室に配属されました。2016年の4月頃から全国区のニュースに出始め、人気が急上昇。視聴者からの反応がすごく、その反響から NHK ニュース、おはよう日本に起用されています。現在は首都圏ネットワークを中心に活躍中。好きな食べ物は和牛ステーキ、さくらんぼ、チョコレートです。心身リフレッシュ術は知らない道ばかりを選んでブラブラ散歩すること、動物の写真を鑑賞すること、チョコレートを大量に食べることだそうです。実家では黒柴とワイマラナーという犬を飼っています。6位、桑子真帆。生年月日1987年5月30日生まれの36歳。出身地神奈川県川崎市。所属局東京アナウンス。血液型は A 型。 NHK の「桑
クローズアップ現代に出演している桑子真帆アナ。 NHK 局内でも有数の美人だと評判の桑子アナは以前ブラタモリのアシスタントも務めていて、その絶妙なやり取りが好評でブレイクしました。2017年5月30日にフジテレビの谷岡慎一アナと結婚しましたが、1年後の2018年5月に離婚。2021年9月1日に俳優の小沢幸義さんと再婚されます。大学時代はかなり派手で、当時の桑子アナの髪型は金髪ショートで、なかなかチャラい外見だったとのことです。サークル活動もブラジル音楽のバンドをやっていて、サックスや打楽器を担当していたんだそうです。林田理沙、生年月日1989年12月19日生まれの33歳、出身地神奈川県、所属局東京アナウンス。2014年4月にアナウンサーとして NHK 入局、同年6月2日 NHK 長崎放送局に着任。2016年2月 NHK 福岡放送局へ移動、2月29日より61福岡キャスターを担当。2018年4月から東京アナウンス室に移動、朝一メインキャスターに就任する大見ゆりえアナの後任として、ブラタモリアシスタントや NHK ニュースおはよう日本などのキャスターに起用されました。林田アナは61福岡も大見アナから引き継いでおり、東京でも偶然に大見アナが担当していた番組を引き継ぐことになりました。学生時代は行司林田お重箱読みにしてリンダというニックネームで呼ばれていたそうです。好きな男性のタイプは俳優の岡田将生さん、以前番組で岡田さんと共演したことがあるそうです。4位、井上朝日、生年月日1981年7月17日生まれの42歳、出身地岡山県玉野市、所属局東京アナウンス。血液型は O型。2004年に NHK に入局した井上アナ、岡山県出身ということもあり、地上デジタル放送推進大使を務めた時は中国地方全域で民放各局の女子アナと共演して広報活動をされました。 CM では広島東洋カープのユニフォームを着用して地デジ放送開始を PR、 プライベートでもカープファンであることを公言しています。趣味は2人の甥と遊ぶことと、こと小学校と中学校の教育職員免許状を取得していることから、アナウンサーになっていなかったら小学校の教師になっていると明言しています。普段からラジオを聞くことが多く、 TBS ラジオ伊集院光る深夜のバカ力をタイマー録音して欠かさず聞いており、伊集院光るさん本人に番組のファンであることを伝えています。井上アナがブレイクしたのはニュースウォッチ9への出演だと思います。美人でスタイルも良い、まさに NHK の顔と言っても間違いないですね。3位、杉浦由紀、生年月日1983年5月14日生まれの40歳、出身地愛知県岡崎市、所属局東京アナウンス。血液型は A型。愛知県生まれですが、サンフランシスコやメルボルンに父親の仕事の関係で住んだこともあるという杉浦アナ。大学在学中にはミスソフィアをミスオブミスキャンパスクイーンコンテストでは準グランプリも獲得。福井名古屋の放送局を歴任して東京アナウンス室へ移動、リオオリンピックの現地キャスターや FIFA ワールドカップ2022のスタジオ進行などスポーツ番組を中心に活躍します。また歴史エンターテイメント番組英雄たちの選択やバラエティ番組サンドドッチマンツアーズなど様々な番組に出演、明るい笑顔がトレードマークですね。趣味、好きなことはライブ、音楽、野外フェス、映画、ボタン集め。好きな食べ物は母親手製のアップルパイ、赤だしのお味噌汁、ビールに合うもの。大のお笑い好きで、 NHK 入局後も吉本興業グループ企業所属タレントと時折共演しています。2位、鈴木直子、生年月日1982年1月29日生まれの41歳、出身地神奈川県横浜市、所属局東京アナウンス。血液型は B型。大学時代から
アナウンサーを目指していた鈴木アナは日テレ学院とテレビ朝日アスクへと通っていました。 NHK 入局後は松山、高松、岡山の3都市で地上デジタル放送推進大使を務めています。朝のニュースを担当していたことで人気が出て NHK ニュース7を担当。メインキャスターとして平日ではすっかりおなじみの顔となった鈴木アナ、結婚して2019年5月には第一子をご出産されています。2021年3月29日産休育休から約2年ぶりに復帰し、退職した近江ゆりアナの後任として朝一の司会に就任しました。非常に美人で凛とした大人の雰囲気が漂う印象が伺えますね。趣味は舞台鑑賞、バレエ、ミュージカル、お笑い、現代劇など、スポーツ観戦、サッカー中心、特技はバトン、口笛、好きな食べ物は肉、寿司、餃子、カレーライス、アイスクリーム。朝のルーティンはヨーグルトメーカーで作る自家製甘酒とコーヒー。コーヒーは水筒に入れて毎日会社にも持参しているそうです。1位、和久田真由子。生年月日、1988年11月25日生まれ、34歳。出身地、神奈川県横浜市。所属局、東京アナウンス。血液型は O 型。おはよう日本でキャスターを務めていた和久田アナ。まさに朝の癒しと言っても過言ではないですね。爽やかな笑顔に清楚な雰囲気は素晴らしく、さらに高学歴でスタイルも良く、まさに美人女子アナ第1位にふさわしいですね。おそらく歴代 NHK 女子アナの中でもトップクラスの美貌ではないでしょうか。2011年 NHK 入局、岡山放送局勤務。入局からわずか4ヶ月後には高校野球岡山大会で実況を担当。2014年に東京アナウンス室に移動となり、 NHK ニュースおはよう日本のメインキャスターに抜擢されます。平成最後の日、2019年4月30日と令和初日、2019年5月1日の改元関連の特設ニュースでは武田真一アナと共にキャスターを務めました。2019年2月に一般男性と結婚、夫は元箱根駅伝のスター選手で大手商社勤務とのことです。和久田アナがクォーターという話がネットに出ていますが本当のようです。祖父がフランス人で、和久田アナはフランスのクォーターということになります。 NHK ぶっちぎり美人な女子アナトップ10、いかがでしたか？あなたの推しアナは何位でしたか？このトップ10に納得いかないとか、あの女子アナ美人なのにランク外なの？なんてあればコメント欄で教えてくださいね。それではご視聴ありがとうございました。